前世とは、ある人生を起点として、それより、前の人生のことを指す。転生を認める、世界観ならば、必然的に内包する概念である。人の転生が何度も繰り返されているということを認めるならば、すべての人は、皆、一つではなく、多数の前世を持っているということになる。インドでは、ヒンドゥー教でも前世が認められている。仏教では、 三世のうちの過去世にあたる。インド起源の宗教に限らず、前世の記憶を持って生まれ変わったと主張する人は、古今東西に多い。また、現代の先進国に暮らし、物理科学と合理性を信奉し、転生や前世の存在を全く信じない人でも、対抗催眠を受けているときに、本人としても思いがけず、前世を思い出すということが起きるとの報告がある。近年では、 医学博士のブライアン・ワイスの著作、全生療法により、世界中で広く再認識されるようになった。ブライアン・ワイスが、患者の治療中に全生を半ば偶然に発見した、経緯、発見をありのまま公表するのか、あるいは科学者としての保身のために発見を隠すか、悩んだ経緯などについては、彼の著書、全生療法に詳しい、転を扱った学術的研究の、 代表的な例としては、イアン・スティーブンソンによる面接調査がある。スティーブンソンは1961年から生まれ変わり、事例の調査をはじめ、最終的に2000例を超える生まれ変わりを強く示唆する事例を収集した。そして考察の結果、スティーブンソンは最終的にある種の生まれ変わり説を受け入れている。バージニア大学のジムタッカーは、イアン・スティーブンソンの研究を引き継ぎ、 約1100の生まれ変わり事例を調査した。前世療法で用いられる対抗催眠については虚偽記憶を生み出すという批判もあるが、検証の結果、前世の記憶である可能性が高い記憶が想起されたケースもある。最近ではバーチャルユーチューバーの、いわゆる中の人がバーチャルユーチューバーとしての活動を行う以前に言っていた活動のことを指して使われる場合がある。 ありがとうございます。